劇場を作るラボは、作品との出会いをより良くする視聴環境づくりのプロジェクトです。プロジェクターやタブレット、スピーカーやヘッドホンといった視聴機材の提案と空間の使い方のアイデアを全国の福祉施設へお届けすることを目指しています。福祉施設には様々な理由で劇場での作品鑑賞をできなかった人が多くいます。一方、施設にはテレビが1台あるだけであったり、スマートフォンを持っていても一人でイヤホンで見ることが多かったりと、作品を見る方法はそう多くありません。慣れ親しんでいないアート作品に初めて出会うとき、どんな環境で出会うのが良いのでしょう。その答えは人によっても違うでしょうし、施設によっても違うはずです。普段の生活の中でアート作品を見ることが自然と選択肢に入ってくるにはどうしたらよいか、再生ボタンを押すまでのプロセスや、再生してから作品がどのように見えて聞こえてくるかのデザイン、ちょっとした工夫を積み重ねるだけで普段過ごしている環境が新しい劇場に変えられるのではないでしょうか。今回、劇場を作るラボを始めるにあたって奈良県の福祉施設タンポポの家でトライアルを行いました。普段メンバーやスタッフがどのように生活を送っているか、そこでどのようなコミュニケーションがあるのかを伺ったり、実際に場所がどのように使われているかのリサーチを行いました。そうして出てきたアイデアをもとに、2週間の間お昼休みを利用してシアターフォーオールの作品をさまざまな方法で体験してもらいました。従来の観劇のようにじっと座って集中して見るのではない、大勢で見る方法を試すために、今回はプロジェクターを吹き抜けの上から1階の床に向かって投影しました。通りがかりに作品を眺めたり、2階から少し距離を置いて眺めたり、好きな時に見て好きな時に見るのをやめる、生活に馴染みながらも特別な作品との出会いができないか考えてみました。逆に個人ブースを設けて、そこにタブレットとヘッドホンやスピーカーをセットすることで、一人で見ることのバリエーションも試してみました。耳を塞がないネックスピーカーは周りの人と話しながら鑑賞したり、鑑賞している人に話しかけやすかったり、作品に没入することと周りと関わることが両立しそうです。歩きながらスマートフォンで映像を見るメンバーもいるので、タブレットホルダーや首からずれにくいネックピロースピーカーも今回は試してみました。上映会は床に座れるよう座布団を用意する、大げさなスピーカーではなくクッションに紛れるデザインのものを用意するといったことで、リラックスしながらみんなで見られるような環境づくりをしてみました。これらのアイデアはどんな施設でもすぐに試せるものです。既製品を組み合わせたり、施設に元からある環境をアレンジしたりするだけです。ちょっとしたアイデアの積み重ねで、これまで難しいと思われていた作品体験のきっかけが作れると私たちは考えています。視聴環境を考えることは、施設の環境を見直したり、メンバーとの新しいコミュニケーションを発見する機会にもなります。劇場を作るラボを通じて、まだ見ぬ作品体験を、そして暮らしの中に劇場を立ち上げてみましょう。なんか一個のことに没入しないと、なんか情報を理解したり考えられないのは、僕たちの方で、彼らの方が結構器用に情報をキャッチしてるかも。それだからこそ苦しんでるのかな。そうそうそう、山田さんなんかは全部キャッチしちゃうから、情報が気になって、捨てられないからしんどいねみたいな。確かに。だから同じ集中度合いなのかもしれない、全部のことが。なんか僕らは焦点は出られる。そうですね。よくね、自閉症の人たちはこう情報が平行にあるって、時系列で並べられなくて、でそれで混乱したパニックになるっていうのがあって、それを整えてあげるのが環境が、こちらのやる仕事かなっていう話をしていて。いいですね。なんてやつですか。ネックスピーカーです。あの本当に引っ掛けるやつ。引っ掛けるやつ。そうです。多分あれが一番ストレスだ。